ツーランホームラン、福田信正。じゃあお願いします。放送席、そして名古屋ドームにお集まりのドラゴンズファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。当団のヒーローです。8勝目をマーク、ロメロ投手、そして先制のツーラン、福田信正選手にお話を伺います。さあまずはロメロ投手です。6回失点、ナイスピッチングでした。le doy gracias a Dios primeramente por esta victoria, a los fanáticos y vamos por encima siempre. まずは神様に感謝したいと思います。あとスタンドから見守ってくれてるファンの皆さんにも感謝したいと思います。ありがとうございます。さあロメロさん、初回の立ち上がり、いきなりの満塁のピンチ、どんな思いでピンチはしのいだんでしょうか。No, me metí en problemas yo mismo y pensé en no tirarle un picheo bueno a Valentín para enfrentarme a los dos zurdos que venían. Y pensé así, pensé en tirarle picheo bueno y pude salir de ese inning, gracias a Dios, del problema. 本当にピンチ作ってしまったんですけど、バレンティン選手のとこで、の次に、左2人が、バッター2人がいたので、バレンティンはフォアボールでも、いいので、次のバッター勝負という気持ちで投げてました。さあそのピンチをしないだ後は、今お隣にいる福田選手がまたロメロさんが投げた時に打ってくれましたね。Sí, no, siempre le doy gracias a Dios primero. Fukuda siempre, cada vez que yo picho, me ayuda. Los muchachos también, los otros bateadores. Y no, siempre el equipo está en armonía y jugando unido siempre. 本当に自分が投げた時にいつも打ってくれてるので感謝したいと思います。他の選手も打ってくれてるので感謝したいと思います。ありがとうございます。そしてロメロさんがしっかりリードを保って、後をつないだピッチャーたちも完璧に今日は締めくくりましたね。Sí, no, pude mantener el juego pegado 3-1 para poder el equipo ganar y dejarle a los relevistas el trabajo y pudieron hacer buen trabajo los tres que picharon. まあ本当に1回と5回ピンチ作ってしまったんですけど、あそこでいい点でしのいでよかったと思います。次のピッチャーもいいピッチングしてくれたので。ありがとうございます。感謝したいです。さあ、次のピッチングも期待したいところ。今日お集まりのファンの皆さんに最後に一言お願いします。ありがとうございます。La próxima salida yo siempre voy pensando en ayudar al equipo un 100% a ganar y le doy gracias a la fanaticada por el apoyo que siempre me ha dado。まあ、本当に次も 100% での気持ちでマウンドに上がりたいと思いますので、いつも通りファンの皆さんがスタンドから力を送ってくださって、いいピッチングできるように頑張っていきたいと思います。見事なピッチング、8勝目のロメロ投手、通訳ルイスさんでした。さあ続きましては打のヒーロー、福田信正選手に伺います。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。初回追い込まれてましたが、すごい当たりでしたね。はい、追い込まれてたんで、コンパクトに行こうと思ってたんですけど、まあ、自分でも正直びっくりです。はい、コンパクトに振った当たりがあのバックスクリーンの横まで飛ぶんですね。そうですね、まあしっかり捉えられたんで、はい、良かったです。最近福田さんのことを夏男なんて呼ぶ人が多いと思いますけれども、これで8月8本目。そうですね、まあ、ね、なかなか、はい、春先からあんまり貢献できてないんで、なぜか取り返そうと思っていつもやってますんで、まあ、まだまだです、これからですね。貢献という意味で言うと、打点ももう8月22打点、8月絶好調ですね。いやいや、全然普通だと思いますけど、もっとホームランだったり打点を上げれるように頑張ります。で、前回のロメロ投手の時も打ちましたが、ロメロ投手といえば神宮で勝ち投手の権利まであとちょっとというところで降りる悔しさもあったと思います。いい今日は手助けになりましたね。はい、いつも気持ちのこもったいいピッチングしてくれるんで、
いつも以上に僕も気持ちが入って打席に入ることができています。夏休み最後の3連戦ブルーサマーシリーズ、青に染まってました。週末に向けてもお客さんたくさんいらっしゃると思いますけれども、福田選手から一言お願いします。はい、夏休みもう終わっちゃうんで、子供たちも今日たくさん来てると思いますし、はい、その前でホームラン打ったのはすごい嬉しく思います。明日も一発期待していいですか。はい、明日も勝てるように、はい、頑張りますというどでかい一発、福田選手そしてロメロ投手と今日はお二人のヒーローインタビューでした。